タディオマーダーケース撮影所殺人事件酒井佳七。あなたはもちろんエキストラってご存知でしょう。活動写真撮影の時に臨時に雇われて群衆になったりするあれですよ。私はハリウッド、あちらにいる自分からこれが本職だったのです。私が1930年に日本へ帰ってきた自分にはこんなことでこちらでおまんまなんかいただけたものじゃございませんでした。しかしそれから5年の後、私がビッグハウス、刑務所から出てきますと、日本の撮影場もすっかりアメリカのあの頃と同じようになっていました。私はあちらへ舞い戻ったつもりになって、ABC プロや XYZ プロダクションで、毎日のようにエキストラ稼ぎをしていたんです。あの朝は、とても霧の深い、息苦しいようなお天気でした。こんな日和じゃ撮影もダメだろう。私はこう思いながら出て行ったのですが、監督は、夜の気分を出すのにはちょうどいい。すぐ撮影開始だ。と命令したものです。場面は神戸の元町、一丁目角。とても金のかかったいいセットでした。コンティニエイティ、撮影台本には次のように書いてありました。午前1時、人通りがほとんど絶えた元町通りをダンスホールの帰りか、または酒場で飲んでいたらしい与太者風の若者2、3が歩いていく。と、一人が、軒店のおでん屋に頭を入れる。ご存知のように、こうした場合に雇われるエキストラは、用意、カメラ、アクションの声がかかると、セットの中にいることを忘れて、ただのんきに歩いているか、または話していればそれでいいのです。しかしこれがなかなか難しいことで、撮影されていながら本当に遊んでいる時のようなゆったりとした気分になれば、もうエキストラとしては一人前なんです。この時の私の役は、今の台本にありましたダンスホールか酒場からの帰りらしい与太者で、カメラがクランクされ始めると、通りを少し歩いて、軒下のおでん屋に頭を突っ込めば、それでいいのでした。しかし、そのままでストップするんじゃありません。親父さんに、なんとか相手になっていなければならなかったのです。で、私は、とっさん、一杯つけてくんな、と言ったものです。するとこの親父さん、いかにも真面目に、やあ、いらっしゃい、と顔を上げましたが、見ると、5年前に本物の元町通りでおでん屋をしていた親父なんです。私はすっかり驚いてしまいました。おや、親父さん、いつからエキストラになんかなっているんだい？と聞きますと、少し変な顔をしましたが、何の返事もせずに酒の勘をしているんです。私ははっきり5年前のあの夜を思い出しました。あいつ、彼女を殺したのもこんな霧の深い夜だった。ここにこの親父がいたんだ。親父さん、酒をつけてくんな。と言うと、はい、どうぞ。と返事して、とっくりを出した。
大きなグラスのカップに入れてぐっと一息、そしてふと後ろを見ると彼女が男を連れて、こう思ってふと振り向くと、なんと驚いたことに正真正銘の彼女が男を連れてこちらへ来るんです。私はハッとしました。こんなバカなことが、これはセットじゃないか。こう思って目を見張りましたが、彼女に相違ありません。私を裏切った憎い女に違いないのです。しかしあいつは俺が殺したのじゃないか。5年前の今日のように霧の深い晩に、確かに俺の手で殺したのだ。それがために長い5カ年を刑務所で暮らしたのじゃないか。私は自分自身で気が狂ったのではないかと思いました。実際、こんな馬鹿げたことがこの世の中にあろうとは考えられません。しかし、近づいてくる女を見れば見るほど、彼女に相違ありません。うん、まだ生きていたのか。こう思うと、私は逆上してしまいました。無意識のうちに、5年前にやったと同じように、おでん屋の親父が前に置いている出刃をひったくると。あのエキストラは筋書きの通り、そして監督をやっていた私の命令通りに動いたに過ぎないんですよ。女を見つけるとおでん屋の親父が前に置いた出刃を取って走る。裏切り者と叫んで切りつける。この通りにやったのです。そしてここまではいいんですね。しかし、次にこういったものです。うん。5年前に殺してやったのに、まだ生きていたのか。これがどうも変ですね。それに、5年間刑務所にいたと言っていますが、この期間は XYZ プロにいたことが明白なんです。こうしたことを考えますと、疑いもなく精神描写ですね。しかし、あの場面の撮影は最後まで間違いなくやっているんですよ。撮影台本はこうなっていましたがね。女に向かって出刃を振り上げる。女、男にしがみつく。二人の乱闘。短い間。女、死に物狂いで男の手に食いつく。男、凶器を取り落とす。再び乱闘。短い間。男、女の喉を締める。こうすれば長いですが、2、3メートルのカットの連続で、短い一場面なんです。二人の演技は筋書き通りに、そして、とてもうまく、写実的に行われたのです。台本は次に、女、混沌す。男、逃走す。となっているんです。そしてこの通りに行われたのです。ところが、男は本当に撮影場から逃走してしまって、女は混沌したまま、ついに蘇生しなかったのです。船の出版間際でした。フレイター、貨物船のこととて、別に見送り人で混雑していたというほどでもありませんでしたが、それでも突堤の上には誰を見送っているのか
テープを握った若い婦人もありました。私が上甲板を歩いていますと、セカンドエンジニア、二等機関士のバツバツ君はいるか?と声が聞こえて、誰かタラップを駆け上がってきました。誰が自分を?私がこう思って下を見ると、彼なのです。おお、君か。ここだ。上がってこい。私は手を差し伸べました。とうとう彼女を殺してきた。またアメリカだ。頼むぜ。こう言うと、戦争の方へ走り去ったのです。しかし、二等運転手の職にある私が、どうしてストーアウェイ、密航者を、たとえそれが私の無二の親友であるにしても、見逃しましょう。船内をくまなく捜査しましたが、どうしても発見することができなかったのです。それから2ヶ月目でした。私は彼からの書状を受け取りました。消印はハリウッドになっていました。どうしてあんなにうまく船中に隠れていたのか。また、アメリカ艦艇の鋭い監視の目をどう逃れて上陸したのか。こうしたことは書いていませんでしたが、無事に着いた。君に感謝する。そして、なんとか名は忘れましたが、撮影所で、あの殺人事件のあった日に、元町通りのセットの中で、おでん屋の親父に扮した男に、内密で、くれぐれもよろしく言ってくれ。とありました。と言いますのも、彼の手紙によりますと、彼が裏切った女の話をして、殺害の決心を打ち明けると、それでは、と、具体的な方法を考えてやり、そして、万一にも捕まった時の用意に、と、彼に、発作的精神描写を装わせたのも、彼、おでん屋の親父だったのですから。